まあ、今後コインランドリーがどうなるかというと、一旦このバブルが冷めて、これは業界的には良かったと思ってて、はい、今回もフランチャイズチャンネルの6年前からの過去回をちょっと振り返って解説を加えていくっていうシリーズですけど、第18回でもうコインランドリーの話になるんですね。18回から19、20、21とこの途中で三原社長が登場してくるという回だと思うんです。コインランドリーについてはね、今も林社長のコインランドリーの実況中継というのに、つながっていくわけで、ここからですね、これを放送してる時には林さんがコインランドリーをやるなんて全く考えてなくて、最初林さんの第一声がコインランドリーがフランチャイズなんて全く意味わかんないっていうような、そういうフレーズから始まるんですね、これね。実は僕がコインランドリーに出会ったのは、これは三原社長と出会った時ですから、今から10年前から11年前だと思います。当時はコインランドリーって全く流行ってなかったんですよ。三原さんの会社も流行ってなかったです。それでも全国に100店舗以上あったですけど、流行ってなかったというのはですね、コインランドリーに加盟している人もそんなに儲かるなんて思ってやってなかったんですよね。でも僕はいろいろ三原さんと当時結構親しく話をして、そんなに儲からないっていう風なポジションがいいんだっていう風に常に言ってたんですよ。儲かるわけないじゃないですか、自分何にもしないんだもん。まあ、中には自分で100円玉を回収してる人はいましたけど、したってそれだけでしょ。それですごい儲かるなんて話ないわけじゃないですか。あんまり儲かんないけど、ずっと機械が壊れないから20年も30年もできて、銀行の返済が終わったりするとすごい残る。あとたまにいい場所に当たるとすごくいい実績もあるよと。で、大体その当時の三原さんのところのフランチャイズの募集をする資料にも、まあまあいい場所に出てまあまあ儲かってるみたいなのが成功事例として出てて、それを見せてこんなに儲かりますよっていうトークをしてたんではなくて、これでもいい例です。でも全く赤字で、赤字がドバドバ続く、流れていくなんていうもんでもないですよと。少なくとも返済が終わったら結構残って、返済が終わった後月10万20万残るって言ったら、まあ老後の生活いいじゃないですかみたいなトークだったんですよ。でも僕が三原さんと仕事をするなんて1年2年後ぐらいですね。ちょうど三原さんが当時本を書こうとしてて、まあ、そういう企画があって、その本がきっかけなんですよね。本がきっかけでフランチャイズのこのコインランドリーバブルっていうのがそこから起こっていくわけですよ。これは僕は三原さんが作ったもんだと思ってます。きっかけは本です。で、その本がコインランドリー投資負けなしバイブルっていう本を三原さんが出して、でこのタイトルが良かったんですね。不動産投資負けなしバイブルっていう売れてた本が当時あって、それの隣に並んだと。コインランドリーっていうのは不動産と同じような投資案件なんだと。フランチャイズとして流行ったわけじゃないんですよ、投資なんだというふうになって、そこからコインランドリーを投資としてやろうと人が増えてきた。徐々に徐々に運も良かったんですよ。アベノミクスが始まりまして、サラリーマンにもこのコインランドリーをやるのに銀行が融資をするようになった。これが大きかったんですね。今までは不動産は担保があるからサラリーマンでもサラリーマンをやってはできたけど、コインランドリーっていうのはそれはできなかったわけですよ。コインランドリーは担保がないからサラリーマンでは貸してくれなかった。年収1000万のサラリーマンでもそんなものに銀行は融資しなかったんです。ところがアベノミクスによってどんどん貸すということが積極的になって、まあ、いつの間にか何か発表があったわけじゃないんですけど、サラリーマンでも投資ができるようになった。コインランドリー投資が。ということと重なって、説明会に行列ができるというのはまあ言い過ぎですけど、でも本当100人の会場の説明会に80人なんていう信じられないようなことが起こったんですよ。僕はだから当時その本が出るときに、三原さんにはもうまんま町の営業マンじゃなくて社長が営業マンやってるようなふうに僕は見えたんですよ。そうじゃなくて業界の営業マンとしてやる、そうしたら必ずこの本があればまんま町でやる人が多くなるからみたいなことを言って、それはズバリ当たったと思うんです。そうしてもう一気にまんま町が火をつけたコインランドリーバブルっていうのが起こっていくわけですよ。でまんま町自身も200店舗になって300店舗になっていって、でもこれは他のコインランドリーも出てって、コインランドリーバブルっていうのが起こったんですよ。結局それしたらどうなったかというと、ある程度のところでできすぎたんでしょうね。もちろんそれまでも立地を外して赤字が出るっていう店舗がなかったわけじゃない。でもまあそのコインランドリーバブル以降やっぱそういう率が高くなってしまった。あとは何よりバブルというのはですね、
お店を作るのにかかるお金が高くなったんですよ。やっぱり 1.5 倍から2倍近くなった。初期投資が 1.5 倍から2倍になって、それで売上がそこまで上がらなかったから結局赤字の店舗が多くなって、まあ、コインランドリーで損をしたという人がやっぱり増えてしまったというのが、まあ、ちょうど今から 4,5 年前じゃないでしょうか。ちょうど林さんが加盟する時っていうのがそのバブルに向かっているところで、まあ、林さんの店舗もあれだけその赤字が続くのも僕はやっぱり場所もいまいちだったのかもしれませんが、初期投資が高くなったっていうところが大きいと思ってます。でそこから今コインランドリーどうかっていうとですね、僕はこれ林さんの赤字の店を実況中継したのが良かったと思って、その後もコインランドリー回転してるとこありますよ。でも少なくともむちゃくちゃ儲かると思ってコインランドリーやってる人いないと思うんですよ。林さんみたいな例もあるなと思いながら回転する人多いと思うんですよ。それだったらまた昔に戻ったっていう感じですよ。自分が入るわけじゃなくて、反則をね一生懸命できるわけでもなくて、その業態でその月50万も50万も儲かるなんておかしな話なんです。それはよほど立地が当たった時ですよ。だいたいトントンぐらいでよくて、戦災が終わったら月10万20万儲かればいい、これがコインランドリーなんだと思います。 でも、まあ、やっぱり林さんがああいう形でやってますから、僕もいろんな方にね、まあ、マンマーチャーのオーダーだけじゃなくていろんな方に話しかけて来られますけど、まあまあいいですよって人も結構多いと僕思います。いやおかげさまでまあまあ儲かってます。あとは儲かってないけど林さんほどではないんで、まあなんとかやれてますみたいなのが多いかな。まあ、今後コインランドリーがどうなるかというと、一旦このバブルが冷めて、これは業界的には良かったと思ってて、まだまだコインランドリーを使ってる人っていうのは少ないんで、徐々に徐々に増えてはいきます。必ずね、主婦が使うものだっていうのが当たり前になって、それまでは洗濯機がない人が使うんだっていう時代から主婦が使うのがメインだっていう風になって、まだ10年も経たないわけですから、まあ当時僕が一番最初手伝った時にはコインランドリーの使ったことある人人口の 2% しかいないというのが、今ようやく 7%、8%、9% ぐらいまで来てると。まあこれが 20%、30%、 沖縄に行ったらあれだけあるわけですから。二郎チャンネルはこの頃も動画は止まってしまいましたが、まあ、森下会長は頑張っていらっしゃるとは思いますけれども、まあ、布団を洗うのがどこまでいくかは分かりませんけど、普通のコインランドリーも、まあ、少しずつ少しずつはこの市場は伸びていくんじゃないかというふうに思います。以上ですね。